上にねチェストがあったと思うんだけど、これ誰か取ったりしたかな。そこに1個あるけど、いらねって置いてったやつかあ、でもアンデッド特攻はいいけどね。ダメージ軽減3とかついてるし、まあちょっと要とりあえず一旦これ置いとくか。いや、あのスイちゃんに全然あげてもいいんだけど、まずスイちゃんエンチャントにそもそも興味があるかどうかというね。まず今建築にちょっとなんだろう、テンションが上がっているから、温度差は人によって違ったりするから、ちょっと要相談だね。私はスイちゃんがこれがしたいとかあれがしたいんだけどわからんってなった時に手助けしてあげられたらなって思うけど、私なんかそう、みんなさ誤解してる人もいるかもしれないんだけど、基本的に私が教えてあげるよっていう感じで言ったこと一度もないからさ、教える時基本的に困ってる相談を受けた時だけだから、基本的にはなんかその人が何したいかわからんので、あんまり自分から教えたりとかいけなくてさ。で、ハマったら、そう、マイクラ、あ、めっちゃハマってんだとかって時に、一緒になんかしようよって声かけることはある。なんかやりたいことが一緒に同じだったら誘ったりとか。そう、なんか結構、私先生やるのあんまり得意じゃないから、さっき言ってたけど、あんまりマイクラもさ、まだ自分でできることが少なくてさ、私自身が全然建築できてないからさ、もっともっと学ばないと、先生からいっぱい学ばないと、みたいな。そう。私基本的に自己評価むっちゃ低いから。でもみんなが肯定してくれるから、ちょっとずつ自信持てるようになってきましたけど。去年の今時期マジでホラー穴暮らししてるね。私の昔の家、穴掘って、そこに、松明置いたチェスト置いてるだけって、猫がいっぱいいるだけ。っていう部屋に住んでいるわけだけれども。そう、みんなが肯定してくれるから、よし、ちょっと自分に自信持って、あ、みんなこれを肯定してくれるんだ。じゃあ、それにはちょっと自信持ってもいいのかな、とかね。そう、でもなんかやっぱり、教えてほしいってさ、ホロメンに言われた時にね、そう、いや、私、教えられるような、人間じゃないですよって言うと、マジで、卑屈すぎて何も始まらんから、私でよければって言うけど、全然自信はないからね。あんまりなんか、教えるっていうのは得意じゃないっていうね。そう、なかなか自分に自信を持ってないので、私はどっちかっていうと褒められる方がやる気が出るタイプだから、なんか褒められると、よし、頑張ろうってなるよね。スバル先輩はマジで何でも肯定してくれる。すごいフレアめちゃくちゃポジティブ。全校庭大空スバルだね。